歌の主人公のある青春とこれから来るある夏を題材とした、曲ですね。で、多分叶わない恋でももうすぐ訪れる暑い季節というか、キラキラした季節にいるその日常の主人公の、1ページというかそういう曲になってますね。澄み切った青空と雲とで夏のちょっと爽やかなんだけど暑い風とっていう感じで、まあ疾走感ですね。その爽やかな疾走感で最初はこう歩いてるんだけどだんだん小走りになってって最後ダッシュじゃないけど駆け出してる青春だっていうようなそういうスピード感を意識しましたね。この風が光を変えるこの一連のイントロセクションと最後のアウトロセクションは実は頭の中にここの部分だけずっとあって、でも結構音域も広いので歌う方も限られるし、どういう曲にまずここのセクションつけるのがいいんだろうかっていうふうに、まあ、何年もですね頭の中にあって、でちょっと今回出してみるみたいな、出してみるっていうかちょっとこのイントロにこれつけたら素敵になるんじゃない、もうキーもギリギリ あったので、でこれつけたらいいじゃんみたいな、初めはすごい切ない曲につけるのがいいのかなとかバラードにつけるのがいいのかなとか想像してたんですけども、この爽やかな曲、明るい爽やかなでもちょっと切ないっていう曲につけたところっていうか、あ、これすごいマッチしたね、このためにこのフレーズというかこのメロディーの一連のイントロとアウトロのメロディーは生まれてきたんだなというふうに思いました。風とか光とか、雲、空、ひまわりとかそういう夏を連想させる、夏っていうイメージに必要というかこう望まれる言葉だったりとかそういうイメージがそう綺麗に散りばめられていて、でこうこの歌詞を読んで目をつぶってでこうあの夏の匂いを嗅ぎたくなるようなそういうような歌詞だなと思いました。いろんな人たちが激しいことをやってるんだ、ピアノだったりとかベースだったりとか、まあ、ドラムもかなり激しいですし、でそこをこう綺麗にまとめ上げてぐるぐるっとこう まとめ上げてくれたなというふうに思いますね。であとは自分 の今回の曲の裏テーマとしてその切なさを演出するコード進行というかコードをなるべく使わないでオーソドックスなコード進行でどれだけ感動を自分でも聴いてくださった方にも感動が生まれるかっていうのをちょっとやってみようというふうに思っていたのでそれを白さんにお伝えしてそういうことねみたいな感じでやり取りしたのが楽しかったです。自分が今まで歌っていただいたことがない声質というか歌声 の方だなっていうふうに思いましたね。でこの歌声というか声をよりこう今回の夏を呼ぶ声っていうイメージにどういうふうにこう歌っていただいたりとかメロディーを作ろうっていうのをすごく考えて、なんかこうもちろんボーカルの技術もあるし声に説得力があるんですけども、結構こうトライアルな音程的にもトライアルなんだけどでもこう綺麗なメロディーをこう、まあ、ぶつけるというかお届けした方がいいんではないかなというふうに思って、まあ毎回ですけどもフルスロットルで爽やかを目指して作りましたね。はい、本当に歌声が澄み切った水に青いインクを一滴垂らしたようなそういうような歌声だったので、こう透き通った中にちょっとした憂いがあるんだけど、でそれが優しさだったり希望だったりっていうのを感じられる歌声だと思いますね。しずくの YouTube チャンネルや各音楽配信サイトで夏を呼ぶ声が聞けますのでぜひ聴いてください。それでは春龍でした。